は、ゆくふんのゆかとせんちゃんです。はい、今日はどこに行きますか？今日はあのお寺に行きます。なんでですか？今日は10月14日で、うん、ジラの結婚記念日プラス、うん、私の訪問のお願いを。いい人ね、いい人。韓国は29歳がすごい悪い年齢ですね。だからアホプスって言って9は結婚もしないし、すごい人生で一番悪い時っていう一つです。で私今その年でいろんなができるんです。本当になんか体がね、そうだからすんちゃんのお尻の利用してこようと思います。チェジュ島でこういうこうお寺的なとこを初めて来ました。お尻ばっかりお願いした。お尻自然に治ってほしいですとか。いやーここはねすごいと思いますよ、うん、みんなジェジュ来たら一回は来た方がいいと思います、うん、なんか平和になるんです。人もいないし、こうやって外人もいっぱいいるし、みんな写真撮ってる。あのトンヒャンっていうで、うん、まあ、タイにもあるけどタイと違うおっさんって感じ。これはゆかちゃんで、私はそっちの本を使ってお支払い、おらん話お皿洗いして、あとゆかは凝ってまた潰して、こちらの家族の写真が、こちらゆかが座っておいて、私傘持ってるんです。これ私。この靴褒められたね、常に。これ欲しいって言われた。すごいぜ、流行に敏感なお坊さんでした。カフェが思ったよりも混んでたので、羊のね牧場があるカフェにやってまいりました。ハレモッチャンラーメンごしよ。ここがカフェで、あっち側に羊ちゃんたちがいる牧場があるみたいです。どうですか？あ、いいと思います。すごい好きです。動物好きだからね。動物好きだし、うん、早くあのあれ食べたい、食べさせてあげたいね。人参、うん、そうだね、うん、かわいい。あ、来てる来てる来てる。Okay.
でした？あ、楽しいと思います。めっちゃ楽しかった。シュール。チャカバー。何をくそいご。何をくそ。かちゃん。うん。にゃん。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今1時間半ぐらい運転してちょっとすごい5歳ぐらい老けたよって言われたんだけどすごい楽しくてなんか平和になった、なんかこう癒された1日でした。それでは次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。